海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。今回はジャイロサーブの解説をしていきたいんですけど、ジャイロサーブは基本的に初見の人に絶対に聞きます。で、その聞くっていうのはレシーブミスを取るとかじゃなくて、自分が3球目がどれだけ打ちやすいかっていうサーブであって、サーブで決めるっていうサーブではないんですけど、その3球目につながるようになっています。ポイント1つ目はグリップの握り方です。今実際持ってる形なんですけど、バックがこの人差し指をちょっと立てるってイメージで、フォアがこれが特徴なんですけど、親指をしっかり立てるってことですね。で、この2本で握るっていうことをイメージしてもらって、あとこれは飾りというか、そんな感じのイメージでやっていきます。サーブを出していきたいと思います。ポイント2つ目はトスですね。トスを高く上げるということです。科学的なんですけど、ボールをいっぱい投げると、その分重力がラケットにかかりやすくなるので、その分当たる瞬間の力が加わるので回転がかかりやすくなります。トスを低くしてしまうと、確かにピッチを早く出せますけど、回転量が少し落ちてしまうので、しっかり高く上げるように意識してみてください。3つ目は当たる瞬間を意識するということです。で、その当たる瞬間とは、基本的にラケットを飾りのように構えてもらって、ラケットを置くっていうイメージで、当たる瞬間だけ力をグッと入れるイメージで、ずっと力が入ってしまうとサーブって絶対に切れないんですよね。逆に力をずっと抜けちゃうと打っても飛んでいかないので、当たる瞬間ということだけを意識してもらって出してください。ポイント4つ目はフォロースルーになります。打って上げるというのが1つです。で、打って下げる、そのフォロースルーっていうのは、卓球って打った瞬間にやっぱ回転で決まるんですよね。ここで下回転を出した後にどれだけ相手を分かりづらくするかっていうのが一つのポイントになってて、当たる瞬間に打って上げるっていうのが一つです。で、打って下げるっていうのも一つです。これは同じ回転なんですけど、打った後にこういうふうにフォロースルーをいろいろやってもらうと相手が分かりづらくなるので、ちょっとサーブ出した後のことを意識してもらえばなと思います。